今週の都市伝説ということはないんですけども、ちょっとね。変な話も時々話していこうと思ったんで、これの話をします。オウムアムアっていうですね。物体でこれ歴史上最初のですね。恒星間移動天体とか恒星間移動物質っていうふうに言われてます。つまり別の太陽系から来て僕らの太陽系に来て、また他の太陽系に去っていった物質なんですけども。長さ400メートルで直径40メートルというですね。すごい長い形です。 で正しくは「オームアムア」と発音するんではなくて「オウムアムア」です「オウムアムア」あの「カメハメハ大王」とかと同じくです、ね、ハワイの天文台が発見したです、ね、これハワイ語なんですよ。なので、カメハメハと同じようにです、ね、 オムムアムアっていう,うな発音をするるとです、ね、ととちょっと本格的になると思います。これですねあの2年前に太陽の近くまで来てその後、地球をかすめて飛び去ったんですけども地球をかすめるですねわずか4日前にですね発見されました正体何だったのかこれねあまりに変なんですねっていうのはこいつ自体もやっぱ自転してるんですけどもこの天体自体が持っている質量とこの自転による遠心力というのを考えてみたら ババラバラにななっても全然おかしくないんですよ。本当にいつバラバラになってもおかしくないのにこの形を保ったまま太陽系から太陽系へですね4,000年ぐらいかけて旅してるんですね4,000万年か4,000万年ぐらいかけて旅してるんですがこれはありえないというふうなことでいろいろあの正体何だったのかっていうのを調べられてですね大騒動になったんですよ。で大騒動になった原因はハーバード大学のです、ね、天文学部部長っていう結構ね 立場のある責任者のエイブラハム・ローブっていう人がです、ね、宇宙船であるましくはまあ宇宙船ではないかという仮説を立てたんですね。 でその宇宙船でないかっていう仮説を立てたのが、まあ、単なる素人とかです、ね、怪しげな人ではなくてやっぱハーバード大の天文学部の部長だっていうふうなことで大評判になったんですけども言ってる理由はですねこれはあの重力カタパルトとかスイングバイっていうんですけどもある大きな質量を持ったものにです、ね、近づいて離れる時この質量がこっち向いてる時にこういうふうに後ろ側を通るように近づくとです、ね、加速するんですね。 これをです、ね、加速スイングバイもしくは重力カタパルトというふうに言うんですけどもしかしです、ね、オームアムアを発見したハワイの天文台が精密に観測したらです、ね、異常な加速が発見されたんですね。重力カタパルトの理論値ではこの速度が説明できないんですねやや多いはっきりと観測できるぐらい多いと。 で天体現象でそんな観測できるほど多いということは明らかにその重力場による加速以上の何かの力がかかっているわけですね。まあ一応ですね表面の物質が太陽の熱で蒸発してジェット噴射してそのジェット噴射は観測しても見つからなかったからわかんなかったんだという説で。 一応、納得する人は納得するんですけどもその後もですね、まあ、大体発見して2年ぐらい議論が続いてるんですけども1週間ぐらい前に NASA がです、ね、宇宙船ではないというふうに公式発表をしましたその公式発表は多分ジェット噴射であるっていうこれが公式発表なんですよ。多分ジェット噴射であるただそのジェット噴射は観測されていない だから、もう変なんですよね。科学的には、宇宙船ではないっていうの陸証は何だろうなじゃああの変な加速は何だったのかと原因まで特定しないとそんなこと言えるはずがないのに多分僕らが見えないところで表面な物質が蒸発してそれが太陽熱でジェット噴射されてそれで加速したんじゃないかと言ってるんですけども、まあ、さっきも話した通りですねこいつが回転してるわけですよね。 でこの細長いものが回転しながらジェット噴射して都合よく加速するのかっていうのがあってです、ね、僕大体航路の月着陸は嘘だった説とかです、ね、宇宙人はすでに地球に来てる説みたいなものは大体こんなバカなことあるがよっていうふうに会異 <laughs> 論の立場からですねすごい疑ってかかるんですけどもこのオームアムアの加速に関してはちょっと NASA 説明できないことを無理やり説明しちゃったなという気がしています。で今です、ね、あの探査機の1つをですね。 オウムアムアを追いかける軌道に乗せるという計画が進んでいます。これがうまくいくとですね、まあ、あの、他の、やっぱり惑星の重力を使って。さっき話したですね、重力カタパルト、あの、スイングバイっていうのをやるんですけど、それを。 ね、2049年にです、ね、オームアムアに追いついて近くから観測できるとでそうなれば今回の不思議な家族の謎またオームアムアの正体もわかるんではないかと言われてます正解はです、ね、30年後になりますけども <laughs> 30年待てばまあ何とか生きてますよね30年待てばですねオームアムアのです、ね、加速の正体イコール一体何だったのかというのもわかると思いますその時までですね、まあ、楽しみにですね一応宇宙船ではないと思うけど もう万が一の可能性もあることはあるよねっていうふうに考えとけばいいんじゃないかなというふうに思います。 ギリギリ生きてるかなとの気弱なことを言わないで YouTube の方のコメントああマクロスじゃないそんな大きくないんですよねまあ長さ4 0 0ルぐらいだから宇宙戦艦ヤマトよりちょっと大きいぐらいなんですけれどもですねおか <laughs> 年を根性あるなまあそうです生きるつもりもあもちろんそうですよ30年後といったら僕まだ91ですよまだニコニコだあの生放送がドワンゴではない企業形態かもわかんないし火星時に征服された地球で 細々とレジスタンス放送としてやってるかもわかんないですけども、生放送はやってますよ、それは。ひょっとしたら、もうお年寄りのために15分ぐらいで終わるかもわかんないですけど、やってる予定でございます。<laughs> 岡田司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、だいたい夜の7時ぐらいに新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。